29日午後10時過ぎ、ソウルの繁華街イテウォンの路地で大勢の人が折り重なるように倒れた事故。韓国政府によりますと、死者はさらに増えて154人に上っています。また死亡した外国人は26人で、国籍はイランが5人、中国が4人、ロシアが3人のほか、アメリカ、オーストラリアなど14カ国となっています。複数の日本政府関係者によりますと、犠牲者のうち2人の日本人が確認され、1人は20代、もう1人が10代の女性であることが分かりました。ニュースディグ。